今日はいちごのケーキをお持ちいたしました。今お入れしますね。できました。すみません、今入れ直して、すみません。そんなに笑わないでください。でも紅茶が。それより、
様、お願いですから私を煽らないでください。本当は我慢しているんですから。はい、そうしないと。本当はもっともっとあなたに触れたいんです。触れて抱きしめてキスもしたい。でもそう考え出すと他に何もできなくなってしまうんです。新体制に向けてやらなければならないこともやりたいこともたくさんあるというのに、仕事も食事も何もかもあなた以外のことが全部どうでもよくなってしまいそうで。ですから、そのあんまり可愛いことは言わないでください。可愛すぎてどうにかなりそうです。すみません。だからあまり煽らないでください。ルーナさん、ルーナ様、好きです。大好きです。好きすぎて、苦しくて、どうにかなってしまいそうです。何度でもあなたの名前を呼びます。愛しています。